能登半島地震の被災地で救出活動に当たった県の防災航空隊が今日取材に応じ、情報が少ない中での救出作業は困難だったと振り返りました。県防災航空隊は国からの指示を受け、今月3日、防災ヘリコプター1機に隊員ら7人が乗り込み出動。4日と5日に石川県輪島市の孤立集落でけが人など合わせて7人を救出しました。土砂崩れの発生箇所の多さと、倒壊家屋の多さ、そして道路寸断箇所の多さで、津波被害が見えたところもあったかと思います。そういったところから私が経験して、した災害の中では最大規模のものだったなと思っています。活動中はやはり被災されている方、石川県民のことを思いながら、私隊員は、最善を尽くすことを目的として、活動しました。情報が少ない中での上空からの救出作業は困難だったと話します。通常の災害と違いまして、出場するときに入ってくる情報がちょっと少なかったっていうところがありまして、その場所にですね、たどり着いたときに、要救助者のところにまでたどり着けるのかっていうような不安が少しありました。埼玉県もいつ発災して、地震等発災して受援を受けるっていう形になる可能性もありますので、そういった際はですね、今回の経験が生きるのではないかと思っております。もし今後ですね、活動をまた付与されてですね、現地に行く際には熱い気持ちと温かい心を持って、人命救助に携わりたいと思っております。